ゆりこたあやがです。皆さんおはようございます。今回見てる通り荷物の準備してます。なんでていうわ、もうすぐイタリアに1週間2つのイベントで呼ばれてゲストの形に出ます。イエイ、帰ってきますよ。帰ってきます。ゆうゆりイベントが多くて多分2日間だけが実家に帰る。少ねえ。では、コスプレヤネ の荷物が普通の人とちょっと違う気がする。ちょっと違う気がするというより、まあ、かなり違う。一番最初が入れたいのものはグッズ、コスプレ、メイク、まあ、大体イベントのイベントで必要のものを入れよう。まず一番重いもの、写真集です。見えるか、おもい。イエー。日本で作ってたの写真集が、外国にちょっと売りたいと思います。では一番の下に、ただん、私のサイトにも変えられますよ。じゃん、たてん、かわいいでしょ。いろんなコスプレしてるし、ユニーこれよ、パパー、ぜひ買ってください。で、その後は日本のねレイヤーさんが結構メイクが必要だと思うから、だいたい私はこのボックスを持ってくる。全部コスプレメイクが入ってきてます。で、これがもう完全にこのままですから感じでパッて。で、必要なものがハードスーパーハードスプレー、ウィッグのためにこれを使います。結構ね、これピッシュしたらもうナルトみたいの髪型になる。これはとりあえずどこかで、で、私もねイタリアにもあるの作ってるのグッズがこういうゆりこたあやがの公式 T シャツ、おしゃれ90年みたいの90年みたい。ここはちゃんとロゴも入ってきます。これといろいろ持ってくるんだけど、今ねあんまりないから、とりあえずこれでパッて一つプンって。バッグも持ってる。あ、僕だ。かわいいでしょ。かわいいでしょ、バッグ。チェキマシーン、私のかわいい。プチャパンとパンとチェキを取るのためのチェキマシーン、パッて。その後はシェイキボックス、いろいろこれもサイトの中でも買えますよ。イエーイ、すごいかわいい。かわ、自分でかわいい、ちょっと気持ち悪いやな。その後はレイヤーが必要なのは、ごめん、おい止まれって、これねノリだよ。実は衣装とか武器が壊れてるものが、これがピエって入れてすぐ直せますよ。で、これ普通のブラシではない、ウィッグのブラシです。まあ普通に使えるんだけど、これがブタン入れる、コスプレハッカー。これが綺麗なスタイルに見せるの、なんとか下着みたい。では一番の大きいものがコスプレ一緒です。たらーん、私はもうこのままで全部パーって入れて、このまま入れたいと思う。ウィッグ、今回ね SNK のフラダイヤモンドをやる予定です。すごく似てるわな、ウィッグと私の本当の髪。かっこいいでしょ、イエイ、うん、で、だいたいいつも持ってくるのはちっちゃいアイロンだけど、イタリア、ヨーロッパのなんだっけ、エレクトリックなんかイタリアのコンセントは違うから、もうイタリアで買おう
トリアで買うわ。で、これもコスプレハッカー、あのやっぱり飛行機だからちっちゃい、例えばこれカラコンをボックス、あと歯ブラシです。歯ブラシ、ね、なんかいろんな、いろいろクリームとかいろいろちっちゃい、おこのお守りも持ってきます。で、全部はこの中でパッて入れます。で、大体私はねねが持ってるのがね12時間ぐらいねかかるから、どういうのどういうのが、こういう大きいバッグが、まあいつもの、サポリではない、財布ね。財布とか、やっぱり YouTube のためにカメラとか、カメラスタンドと、僕の好きなゲームを、これババーン、ゲームボーイカラーの今ねランマで遊んでます。でこちらババーン、 PSP で、 PSP 今遊んでるのは一つのゲームしかない、7です。そう、これが7のゲームを遊ぶのためにワーズで買った。で、わざでこのゲームを飛行機で終わりたいと思う。で、パッて本、これもなんかまだ恋愛のなんとかまだ終わってないから、これをすごく読みたいと思う。かわいいでしょ、これよいしょ、が入れたんだけど、自分の本当の必要、毎日常のものはまだが入れてない。なぜっていうと、いつもイベントのためとかコスプレのための必要なものを持ってきてから、何がスペースが空いたらなんかパンツとかソックスとかで、だいたい皮膚がすごく少なめで、 いろいろ持ってくる自分の、ちょっとっとなんか例えば3T シャツが3つぐらいとか、これが2つぐらいとかね、結構ダメだな。で、一番のその後はやっぱりレイヤーとして、日本の文化として名刺だ。こちら、外国のイベントはね、みんな名刺が持ってないんだけど、私はやっぱり名刺文化がすごく好きだから、名刺作るのが好き。これがバンダイナムコの公式鉄拳のコスプレイヤー。今回 SNK 一つのイベントでやるんだけど、次のイベントはリリコのコスプレもやりたいと思う。多分もう一つの荷物が必要かもしれない。で、これ私のコミケとか結構日本のイベントにも出してる名刺が、まあいろいろコスプレができるレイヤーで、自分のロゴもかわいい。持ってきまーす。で、イベントにもちょっと動画を撮りたいと思うので、来週はぜひ見てください。ではこれはコスプレイヤーのバッグがやっぱりちょっとプライオリティが違う、プライオリティがかなりは違うんだな。この画動画が好きだったらいいねをしてコメントして、レアさんとかだったら何か入れるとか思うとか、おすすめとかあったら、あとは自分何か入れるとかちょっと知りたいと思うので、ぜひコメントしてください。あとはチャンネルに登録してね、ちゃんとピン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 にも登録してね。またね、バーイ、チャオー。